それでは参りましょう。第8試合、まずは赤コーナーはこの MC だ。さあ続いて青コーナーはこの MC だ。ヘイヘイヘイ、ワッワッツー。第8試合 ID vs ハオで参りたいと思います。じゃあ先攻後攻ドローお願いします。どっち？高校で。高校では立ち位置入れ替えてください。さあ、この2人のバトルフィールドはこちら。バトルフィールド、富士山フィールドですね。さあ、ビートチェック参りましょう。DJ裏お願いします。それでは参りましょう。先行 ID、 後攻ハオ、レディーファイ。エベレストにグランドキャニオン、登らなきゃいけない山、まだ山ほどある。山で終わらしたい、できれば殺さず生かさず、できるだけ遠くで生きていてほしいけど、そうじゃいけん、それは欲しいだろ。だから俺は見踊りだし、お前に伝えたい、俺は欲しい、いつでも追ってたい存在になりたい。いや欲しいにならないよ、俺はラップさ、いや興味ない、俺はラップヒーローだから。いやエミネムがラップゴッド、俺はラップヒーロー、それを信じてる、俺はイケてる、エイスだ、エイウォー。ラップヤバさは説明しよう、この場の内容、チェックチェックマイクフォン、俺なら眺める富士山頂。Yo、 綺麗な鳴り、綺麗な想像、綺麗な証拠、お前の本能、見た目にどこにも出てない、ペインが、痛みがないやつは本物じゃねえんだ。分かってねえ、ヒーローは遅れてやってくる、遅れたら試合は終わってる、エミネムは何年前か、その時代を更新した今があんのさ。悪いな、板橋のパンピーはヒーローみたいに、ちょうどには来れないけどって言ってんだ、これが地元をレップしてる言葉、胸の傷はここに確かにあんだ。 Yeah、 ペインが見えない、見せないのがヒーローのお仕事ですよ。いや、そういうの分かってない、 I'm Rider Kick、 サイファーキッズじゃねえんだ。 Yeah、お前のキック、誰かを傷つけた先、このバトルみたいにみんなが目が死に、何を追い、まるでゴースト、背中に追う本能、俺にあるのはここで変えられること。俺が科学者だとしても、詩人だとしても、何かを残せるんだとしたら、それは革命であるべきだろう。いやいや革命、それもわかるけど、ゴーストは追わない、マリオカートみたいに後追いはしないから、俺はそう決めてる、自分のレースとゲーム、それだけを信じてきてる。俺は何にもならないラッパーで、 ID さん、俺は平日はサラリーマンだけど、今日はこの場所で何かを通じる、そして勝っちゃって王者の休日終了。それでは判定に参りましょう。まずは先行 ID、 後攻ハオ、勝者ハオ。ナイスバトルでした。ハオ3連勝です。